1977年1月21日午前8時半ごろ、福島県相馬郡鹿島町、農協職員 K さんから原町署へ、長女が布団の中で死んでいると届け出があった。原町署の調べだと、長女はいつも8畳の部屋に一人で寝かされており、20日夜母親が授乳に行ったところ、飼い猫が長女の顔の上で丸くなって寝ていたという。このため死因は、猫が長女の顔の上に寝て窒息させたものとみている。1962年1月25日午後6時半ごろ、東京都足立区の会社員 K さん33歳の長男が2階4畳半で一人で寝ていたところ、様子がおかしくなり間もなく死亡した。警察の調べでは、同家の飼い猫が顔の上に乗り窒息したものらしい。1965年1月19日午後2時半ごろ、石川県加賀市の工員 S さん30歳から警察署に、寝かせていた次女が飼い猫に殺されたと届け出があった。警察の調べでは、祖母がミルクを飲まそうと同日午前10時半ごろ2階へ上がったところ、同家で飼っていた三毛猫が次女の顔の上で寝ていたので慌てて追い立てたが、次女はすでに死んでいたという。警察の調べでは、猫が次女の口と鼻の上に乗っていたため窒息したものとみている。1973年3月10日午前9時半ごろ、埼玉県志木市農業 S さんの長男の顔の上に3歳の飼い猫が乗り、長男がぐったりしているのを母親が見つけたが、病院に運ぶ途中亡くなった。警察の調べでは、猫は体重4キロ、長男は応接セットの椅子に寝ていたが、猫の体に口を塞がれ窒息したらしい。